コフリスタートから、まあ、レイソルが一気にベルディのゴール前に迫りましたが、さあ今度はベルディダイレクト裏へ小池純喜チャンス、小池だゴールイン、ゴールラインを越えました、得点認められました、あっという間にベルディ追加点。小池選手のスピードが生きたシーンでしたね。その前のつなぎも非常に良かったです。よく外して藤本、奈良輪が上がっています。いやどうか、おシュート、反転シュート決まった、小池純喜バースデーゴールです、東京ベルディ。ここね、奈良輪がうまくサイド飛び出してからクロスからでしたけど、おそらく最初はコイッチ狙ったような感じのクロスでしたけどね、まあ、小池その後のリアクションも早かったですし、はい、このコント縦おワンタッチで小池、森田、そして後ろから奈良輪のクロス、うーあー小池3点目、小池純喜今日ハットトリック。こうした小池が結局コントロールミスだとは思うんですけども、いいところにボールが転がる。宮サイド、もう一本入れてくる、中央よこぼれて小池、一点返しましたベルディ。ファーサイドで残っていて、まあ、この前も、ね、ニアに入っていたのでディフェンスの視線はだいぶニアに寄ってたと思いますし、最後のクリアのところがね、ジョエル・チマは早生まれなんで、そのあたりで、代表招集に差があります。地方に入れて小池来た、左足で2点目を叩き込んでいきました。これで今シーズン15ゴール目。難しかったと思いますけど、やっぱりこの梶川選手が来ましたね、ここに入ってきたことによって左サイドバックの改善